藤戸とボタンが描かれた手箱、明治時代、1892年、東京国立博物館像側の内一町明治43年9月5日、は、幕末から明治にかけて活動した高阿美派の執行家、牧江氏。江戸浅草永住町生まれ、通称、源次郎。12歳の時、徳川将軍家御用牧江氏の当領、高阿美稲葉長剣の指定 竹井東介に入門し、薪絵の修行に入る。1850年21歳で独立、なお、平衛門、一丁と号した。明治一新前は、将軍家御天の薪絵法を務め、和宮や天章院の調度制作にも参加した。30歳の時、漆器商、荒井半兵衛の移植を受け始める。荒井家は、明和頃から江戸幕府へ、薪絵器物を調信していたが、 維新後は海外の万博に積極的に出品。一朝もこれに加わりそこで高い評価を獲得していく。維新後、多くの巻絵師たちがパトロンを失い没落していく。中で一朝が制作を続けられたのはこの荒井家の関係によるものとみられる。名声を得た一朝は明治20年代から明治政府の移植受けるようになり1896年6月30日には、 提出疑芸員を拝命。翌年には、東京美術学校教授となる。墓は、世田谷区北烏山の妙高寺。高網派の流れは、一丁の長男、川野辺一子とその子、川野中津ともへと引き継がれていった。ありがとうございます。